皆さんこんにちは、レクチャンネルです。今日紹介するのは妖怪メダル第1章、ようこそ妖怪ワールドへの復刻版と、妖怪メダル第1章のゲラポプラストです。まず妖怪メダル9パックを開けます。まず1パック目、何出るかな。一番狙ってるのはトパニャンとサファイニャンです。まず1枚目、ノガッパいきなりホロ出た、やった。次は力持ちです。2パック目、はぐれも出てほしいです。セミマルとグレルリン。3パック目は何が出るかな。サンタクロースとメラメライオンだ、ホロ。次は4パック目、トパニャン。うわ、やった、トパニャン、ほら導き。うわ、やった、トパニャン出た。次はサファイニャン狙い。ダルダルマとワルニャン、ほら。サファイニャン出た。コマさんとトホホギス。あと3パック。ミチクサメとネガティブーン。サファイニャンかコマさんは出たから、ツチノコ。マボロウシとブヨウジンボ、今のところかぶってない。ラスト1パック、サファイニャンかツチノコ出てほしい。ほのぼの、ほろほろ、漏れぞ、全部かぶっていません。次はこのゲラポプラスを開けます。よいしょ。入っているものは、おっ、人面犬の妖怪メダルと、あと遊べるシート、これだね、逮捕されてる人面犬。遊べるシートとこれ、使い方、あとポケットが1、2、3枚、あとネームシールと、これはシートが2枚入ってます。情報シートが2枚、バインダーにこれをセットしてメダルを入れます。次は人面犬の音声を聞きます。面白い、なんかノリノリで言ってる。せっかくこの妖怪メダル買ったから、このデラックス妖怪ウォッチを買いました。次の動画では
このデラックス妖怪ウォッチを紹介します。チャンネル登録忘れないでね。リクチャンネルでした。バイバイ。